はい。カッ2番。白パーセント濃度を求める問題です。いつでもそうですが、なるべく頭を使わないでも済む方法で考えましょう。飽和水溶液。別にこの飽和水溶液が何グラムあるかとかそういうのは与えられてません、えー。で、溶解度でもの定義でもありますが、水100グラムに塩化ナトリウムはこの温度で36グラムまで溶けると与えられています。もう、簡単なために、まず水100グラムを準備しましょう。100グラム。 水 100g に塩化ナトリウムは 36g まできけ 36g の塩化ナトリウムを加え、加えます。全体で 136g。この 136g の飽和水溶液で考えればいいですね。でね、ほんとパーセントなんてね、割合とかパーセントなんて簡単、簡単。 全体で 136g。そのうち、どれだけ溶けているか、36g だね。だから分数で、まずは 136g 中 36g 溶けているので、136分の36。もうまさにこれが割合です。まあ、普通割合は分子ある分母で小数で表しますけど。で、パーセント濃度。パーセントっていうのは全体を100として考えるので、これを全体100倍してあげればいいですね。この計算で大丈夫です。 ええー、っとで、3桁で割るのは嫌なので、1回だけ2で約分していきましょう。4で約分できるかなできるよね ?4 で約分しとこう。4で約分九と二9と、20、違うな、342、30、342で4、34、こうなるかな、えー。900分、34分の900。まあ、もう1回2でく、約分できますが、 まあ、2桁で割ることに変わりないので、それほど17にしても2桁で割ることに変わりないので、えここは無理に約分しなくていいでしょう。で、900割る34の計算です。まあ、有効数字は特に指定はないんですが、まあ、これに合わせて2桁でいいでしょうね。小数第値を出して、そこを死者ご入でいいです。えーと、まずここから。3つは絶対ないから2。ここ、ここ違うなここじゃないな。90割る34。 3つは絶対ないのに。で、68で220。割と厄介だな。7あるかな。3、4、22。7絶対ないね。で、6六10。6八18。6はあるだろうね。6、4、21のサブ6、18で20。で、140。で、このくらいですが、このくらいですが、考えないで5入れてね。4、5、20の3、5、15で170。もう5入れて、えー、ダメだってことは、 必ず4位以下ってことです。ってことで切り捨てで26%が答えになります。